こんにちは、中地です。ポケット工事3日目の夜ですね。ポケット工事できましたので、こうやってね一緒にデ工事しています。ポケット工事のねデ工事今からやるので、もしこの配信の中で工事作りとかポケット工事に関する質問とかあれば、ぜひねコメント欄に書いてください。ポケット工事ちょっとね見ながら観察していきましょうか。こんな感じで出ます。今はねもうポケット工事するのに一番いい季節なので、皆さんもぜひねお家でやってみてください。これ本当に簡単にできるし、初めての人が工事、まあ、工事入門というか、初めての人が工事を作ってみるのにすごいいい入り口になるんじゃないかなって思います。でお世話ほとんどないんで、まあ、今の時期8月、まあ、7月8月だったらもう全然工事の知識とかなくっても、まあ、間違いなく、まあ、60点か70点ぐらいではできるんじゃないかなって思いますね。ポケット工事ねやってみてください。まあ、今回この配信しながらポケット工事のね、解説とか作り方とかもざっと、ご紹介しようと思うんで、もしね質問とか分かんないこととか、道具のこととか質問の、なんか工事作りのねなんかコツとか、そんなのがあればね何でもコメントください。ポケット工事でこれ本当お米蒸してそこに種麹振りかけて、このビニール袋にねこうやって入れて、もう3日間ねポケットに入れとくだけです。もうほんとそんだけで工事できるんですよね。今までもう僕10年ぐらい工事作りとかね工事の技術や知識について発信してきたんですけども、ここまでシンプルに、ここまで簡単に簡略化されたスマートな工事作りって今までないんじゃないかって思うぐらい、結構なんだろう、革命的な感じがねしていますね。このポケット工事が革命を起こすんじゃないかっていうぐらい、この潜在能力が、ね、あります。由美坂本さん、あ、ぜひやってみたいです。ぜひやってみてください。工事の勉強してないんですが作ってみたいです。あ、工事の勉強いらないです。ポケット工事は工事の勉強なくても作れるんで、ぜひやってください。これね、ポケット工事、夏の間のポケット工事はしっかり酵素出るんで甘酒にしてもいいし、まあ一番簡単なのは塩麹にしたり、まあ同量の水入れて、まあ、10% ぐらいのお酢加えて塩麹にしたり、もしくはもうひたひたの醤油入れて醤油麹にしたり、ひたひたのお酢入れて、酢麹にしたりとか、まあ何でも使えるんで、まあとりあえずね、作ったらすぐ使ってください。まああんまり、なんか、この下、しとくより、もうポケット工事はね、作ったらすぐ使うぐらいの方がいいんじゃないかなって思います。気軽にできるんで、気軽に作って気軽にすぐ使う、インスタントな感じでね使っていただけたらいいかなって思います。ポケット工事の準備するものは、まあ、お米と蒸し器と種麹とこのビニール袋です。もう一度言うと、お米と蒸し器と種麹とビニール袋ですね。特に今7月8月の暑い夏の時期はもう常温も暖かいし体温も暖かいんで、本当にポケットだけで工事ができてしまいます。種麹はそうですね、まあ、日本に住んでいれば、ビオック麹屋三左衛門さんか京都のひしろくさんとかが、オンラインで手軽に、小型の家庭用の、ね、種麹買えるんで、ビオックさんかひしろくさん、そこで買えば、まあ、1週間以内に家に届くんで、そこでね、米麹用、お米用っていう種麹があるんで、それをね、オンラインショップで購入してください。これは入門編でね、誰でも気軽に作れるっていうのがコンセプトなので、もう温度を測らなくていいです。まあ、特に夏の間はね、温度を測らなくて、ポケットに入れとけばいいです。ちなみさん、寝るときはどうするんですか？麹と寝る、あと寝てください。が、パジャマにポケットがないんだったら、なんか毛布かなんかにくるんで、なんか寝床に置いといてください。アップルバターさん。再度コメントしますと、麹の見た目がライブのものだとお米そのものみたいな見た目だと思うんですが、白いふわふわしたので米が埋まってる麹を見たことがあります。違いありますか？ポケット麹はふわふわにはなりません。ただそのお米の表面に対してこうやって菌糸が伸びるんですね。でこれで十分酵素は出るんで、これでも使うことはできます。ふわふわのやつっていうのはこういう、バットとか麹蓋っていう木の道具で作って、この麹をね触らずに動かさない状態で後半12時間とか置くとふわふわになるんですよ。でもポケット工事はずっとポケットに入ってるんで、こう動き続けてるから、ふわふわの毛っていうのは麹菌のこの外菌糸って言って外側に伸びる菌糸なんですよ。こう動き続けてるとこのふわふわの毛がねこう擦れて落ちちゃうんで、なのでポケット工事はねふわふわにはならないんです。
ふわふわの麹っていうのはこうやってこう型、こういうバットみたいな型に入れて動かさずに作っているのがふわふわになります。なんで、まあ、使い勝手はね、一緒なので、まあ、ふわふわにならなくても麹っていうのは使えます。袋に入れるお米の量の目安、お米の量の目安は 80g です。 80g ですね。いろんな量でね、やってみたんですよ。 100g とか150とか120とかいろいろやったんですけど、まあ、人間の体温、人間のポケットで育てるのに一番いい適量が 80g でした。なんでまずは 80g でやってみてください。 80g の何がいいかっていうと、このね、ポケットに入れた時に表面積がちょうど全体的にこの、まあ、内ももとか人間の皮膚に当たる面がちょうどいいんですよ。これ以上増やしてね、100とか 200g とかにすると量が増えるじゃないですか。量が増えるってことは人間の肌に触れてる表面積が少なくなるんですよ、これ全体に対して。なのでできるだけ肌に触れてあげたいので、その面積が 80g がちょうどいいってことです。一度やってみてうまくいったら量を増やすみたいな感じでやるといいです。なんか旦那に持たせるとかパートナーに持たせればさらにその倍いけるし、子供全員持たせれば結構な量できますよね。500とか 600g できるんで、 500g ぐらい麹が作れれば味噌1個分仕込めるんで、お米が 80g、 そう、お米が 80g です。種麹はどうだろうな、まあ、0.1g もあればいいと思います。種麹は 0.1g ぐらいね、あればもう十分です。このビニール袋に対して待ち針みたいなやつで1センチ間隔ぐらいでこうポツ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 って開けていけばいいです。で、表裏開ければお米がこぼれない、この粉末がねこぼれなくて、かつ空気が通るっていうぐらい穴が開いてればもう十分です。どうなったら出来上がるか分かんない、だいたい3日間ですね。時間と見た目でやってください。麹のタイミング、出来上がりのタイミングは時間と見た目ですね。まあ時間は3日間、約48時間です。で、見た目的にはこうやってお米の表面全体にこうやって白くなって麹の菌糸が伸びてるっていうのが見た目で確認できればもう大丈夫です。一回リアルに見てみます。こんな感じ、ね、結構ちゃんとできてるでしょ。こんな感じになってます。見えますか？もし見えたらなんかちょっとなんかハートがなんか送ってください。見えてるよみたいな感じです、送ってください。お米の表面に白い菌糸が伸びてるの分かりますか？あんま近いとあれか。こんな感じかな。見えますかね？お米の表面に白い菌糸が伸びてるの分かりますか？お米の品種は半米でいいです。ご飯食べてる普通の白米でいいです。で、最初は必ず白米でやってください。家にあるご飯用の白米で十分です。あんまり品種とかはねこだわらなくていいです。逆にこだわらない方がいいと思います。気軽にまずやるってのが大事なんで。福猫さん、乾燥麹みたいな感じですかね。そう、これを干せば乾燥麹になりますね。ちょっと出麹していきます。はい、まあ 80g なんで、ほんと乾かすのも一瞬ですね。こんな感じで、乾かしてあげれば大丈夫です。はい、これ麹ですね。で、麹っていうのはこの麹の保温をやめて、こうやって、ね、広げることをね、もう麹の成長を止めますよってのが出麹っていう意味ですね。で、こうやってバットに広げることをからしって言います。からしっていうのは、麹を乾燥させてることですね。で、なぜ乾燥させるかっていうと、麹菌っていうのはカビの菌糸なんです。カビなんですね。麹カビなんですよ。なので、水分を取ってあげると成長が止まるんですよね。うん、なので、麹のがもうできて、もうこれ以上成長しなくていいよっていう時は、こうやって干して、水分を全部飛ばしてあげるんですよ。要は乾燥させているんですよね。で、乾燥させてあげると、このお米がパラパラになって、米がパラパラになると、麹の成長が止まるので、で、麹の成長が止まれば、そこからね、保存することができます。あと保存するときに大事なのは、やっぱこの、余分な水分を飛ばしておくってことめちゃくちゃ大事で、水分が入ったまんま保存しておくと、結構ね、雑菌が入ってくるんですね。黒カビとか青カビとか入っちゃって、この水分が、これはあんましっとりはしてないけど、まあポロポロぐらいですね。ポロポロぐらいで、水分が残ったまんま保存すると、ここに空気中の黒カビとか青カビが入ってきちゃって、冷蔵庫の中とかでもね、カビが入ることがあるんで、まあその雑菌に汚染されるわけですね。まあ、それと苦味が出たりとかね、まあカビの毒素が出たりするんで、まあ、できるだけそういう時は、しっかり乾燥して保存するのがおすすめです。で、乾燥させば、カビは生えないんですよ。まあ、麹カビも黒カビも青カビも同じカビの仲間なんですけども、成長するときは必ず
水分が必要です。でも水分がなければ成長はもうしないんですよね。なので、デコージしてからしをするときっていうのは、水分を飛ばしてあげて、乾燥させてあげると。乾燥させてあげれば成長が止まるみたいな、そんな感じになります。ポケット麹の、作り方に簡単に解説していきたいと思います。ちょっと一旦まとめてね、ポケット麹、頭からね、解説してみますね。まずね、お米を用意します。で、蒸し器を用意します。で、お米は24時間浸積します。で、当日の朝に、ザル揚げして、お米をよくね、ザルで干しますね。周りの水分を飛ばすわけですね。で、ザル揚げ、10分ぐらいです。10分ぐらいザル揚げしたら、蒸し器でお米を蒸します。蒸し時間は30分から40分ですね。で、30分から40分ってのは、お米取ってみて、潰してみて、お米の中心まで柔らかくなっていれば、完成ですね。で、お米が蒸せたらですね、こういうバットみたいなとこに、こう取り出して、蒸し米をこう広げて、45度以下に冷まします。理想は40度以下ぐらいですね。で、40度以下に冷ましたら、ここに次を、巻きます。種麹は麹菌の胞子、麹の種ですね。で、種麹は、ビオックさん、もしくは、京都のひしろくさんからのオンラインショップで購入してください。日本であれば、この2つのオンラインショップで注文すれば、家庭用の小袋ってのがあります。で、この家庭用の小袋を買えば、家庭用のね、小さいのでできるんで、種麹に無駄がないです。米麹用っていうのがあるんで、ぜひね、その家庭用の小袋の米麹用っていうのを買ってください。日本で、国内であれば1週間以内で届くと思います。種麹をですね、この、蒸し米に、振りかけます。量は、耳かき1杯分ぐらいで大丈夫です。で、それを、例えば茶こしとか、このメッシュのあるね、茶こしに入れて、その耳かき1杯分の種麹を茶こしに入れて、それをここ蒸し米の上からふわーっとね、ゆっくり、均一に、まぶしてあげます。それをこうよく混ぜると。それを2回繰り返して、種麹を振って、よく混ぜて、もう一回種麹ね、振って、よく混ぜてっていうのを2回繰り返してあげます。これで種切りが完成ですね。種切りが終わったら、こういうビニール袋に入れます。で、ビニール袋のおすすめは、この柔らかいビニール袋ですね。こうやってこの伸ばした時に、こうピョーンってこう伸びるやつ、伸びるその素材があるんですよ。ビニール袋って2つ種類があって、こう引っ張った時にパリって、破けちゃう、こうパリパリの、ちょっとね、硬質な硬いビニール袋と、伸ばした時にこうビヨーってこうの、粘性を持って伸びていくビニール袋と2種類あるんですけど、この粘性がある伸びるビニール袋の方がおすすめです。で、できたら、その麹の成長が観察できるように、この透明なビニール袋を用意してください。ビニール袋って、この白と半透明と透明と3種類ぐらいあると思うんですけども、この透明のビニール袋がおすすめです。これを用意してあげると。じゃあ、この種切りをした蒸し米、このビニール袋入れて、よく圧着させて、おにぎりみたいな団子にしますね。このビニール袋に、今度空気穴を入れます。空気穴は、待ち針みたいな、細い針がいいです。細い針で、ちょん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 ってやって、1センチ四方ぐらいで穴を開けていく。で、表、裏とね、穴を開けていきます。これが、麹が呼吸をするために必要な、空気穴になります。で、それができたら、麹がこぼれないように、よくフックをして、で、これをポケットに入れると。3日間ね、ポケットの中で裏返したり、表にしたりとかしながら、自分の体温で温めてあげると、3日目に麹ができると。そんな仕組みになっています。夏にポケット麹やっていると、もう3日目とか、ポケットの中で発熱してきて、なんかポケットの中暑いんですよね。そういうのが、こう、麹が生きてきたなって感覚がすごい感じられて、微生物を感じるにすごいいい機会とかね、いい、そのチャンスになる。で、ポケット麹やってみて、なんかちょっとわかんないよとか、ここどうなんですかとかあれば、いつでも、中地の方に、なんか DM くれるか、なんか投稿でタグ付けとかしてくれれば、探しに行ってお答えします。で、もしポケット麹やって、デコで、こんな感じできたよとか、それ成功でも失敗でもいいんで、全員が全員成功するとは思わないんで、その、失敗する人もいるかもしれないんですけども、失敗してもこんな感じになりました、みたいな感じで、投稿してくれて、そこにタグ付けしてくれれば、僕は見に行って、なんかアドバイスできることがあれば、アドバイスできると思いますし、なんか質問があればね、その成功した中でもね、あ、こうやったのかみたいな感じで、僕もこうやったら成功したよっていう成功例も見ることができるし、
いろんなその事例をまず知りたいんで、ぜひ皆さんもポケット工事やったら、なんか投稿欄で投稿してください。まあ、それはインスタでも、フェイスブックでも、ツイッターでも、スレッドでも、YouTube でも何でもいいです。大体全 SNS に中地いるんで、なんかタグ付けしてくれたり、コメント欄でね、言及してくれれば僕探しに行きます。で、質問があればね、何でもください。で、ポケット工事ね、一番よくできるのは、おそらくあと1ヶ月ぐらいです。8月いっぱいがね、一番いいんじゃないかなって思うんで、ぜひやるんだったら、8月いっぱいのうちに挑戦してみてください。秋になって温度が下がって寒くなってくると、ちょっとポケット工事はね、なかなかね難しくなってくると思うんで、やっぱ常温のこの大気の熱と人間の体温で作るので、やっぱあったかい方が作りやすいんですよね。今まで今年の冬ぐらいからね、いろいろ試しているんですけども、やっぱ今の夏の時期って一番やりやすいんですよね。だから日本であれば8月いっぱいが一番いいチャンスだと思います。だからもしやってみたいなって方は、ぜひ8月以内にやってください。種麹はもうこの配信が終わったらもう速攻で、まあ、もし種麹持ってない方はですね、種麹持ってない方はこの配信が終わったらオンラインショップってもう検索して速攻買ってください。そしたら3日から4日で来ますんで、今週以内には種麹が来ます。作り始めることができるんで、躊躇するのが一番ねもったいないんで、躊躇するともうできなくなりますんで。では、おやすみなさい。今日も良い一日でした。ってことで、明日もね、良い一日で過ごせますように。ではね、ぜひ工事本ね、ありがとうございます。工事本っていう工事作りね、詳しく説明した本もあるんで、もしもっと詳しく知りたいよって方は、中地工事本とかね、Amazon で検索すれば工事本って本があるんで、そこにもね、全部工事作りのこと全部書いてるんで、それでも工事をね、やっていきます。でもしね、もっと興味あるとか、もっと深く工事のことを知りたいよとか、なんか工事のこと興味ある仲間とつながりたいっていうんであれば、中地オンラインスクールの工事の学校っていうのがあるんで、工事の学校館に入っていただければね、工事作りのカリキュラムとかね、なんだろう、作り方とか、他にも米工事とか麦工事とか豆工事とか醤油工事とかね、焼酎の工事、何でも工事作りに関することはね、全てのコンテンツがその中に入っているんで、もしもっとね、知りたいよって方はね、オンラインスクールに入っていただければね、より工事のね、深い世界にね、ご案内いたします。ということでね、今日ポケット工事ね、解説してみました。見てください。ということでね、今日の、ライブ配信はこれで終わりたいと思います。皆様おやすみなさい。工事作ってみてください。では、バイチャー。切り方がどうやってんだっけ、バツか。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。